ちは、オーメンズイレブンです。本日は静岡県に向かっています。仕事後に海岸沿いをドライブしたくて少し遠回り、窓を開け海風を浴びてみたが、暑すぎてすぐに閉めた。私は季節の中で一番夏が好きだ。特にこれといった理由はないけれど、子供の頃の夏休みのワクワクを今でも感じているのかな。通い慣れた道を走り、静岡方面へ下道でドライブ。高速道路は一切使わない。今日は御殿場にあるビジネスホテルに宿泊予定。口コミ評価はそこそこだったが、コスパは非常に良さそうだ。夕方から泊まるビジネスホテル、なんか好きなんだよな。気がつけば静岡県に入り、ホテルに到着。ここが本日お世話になるホテルか。早速チェックインしよう。思っていたよりも部屋は広い。贅沢を言えばベッドの近くにテーブルが欲しかったが、接客もよく無料サービスも豊富で、穴場のビジネスホテルに来たのかもしれない。建物の裏手にはエビせんべいの里。一時期ハマって何度も買いに来たな。ルームサービスを眺める。お腹が空いてきた。買い出しもしてないし、少し外を歩いてみるか。近くにコンビニもあるので、ひとまず安心だ。周りを歩いて飲食店を探そう。個人経営のお店で何か食べたいな。住宅街を抜け、店が多そうな方へ歩いてみる。このお店にしよう。空いてる店があってよかった。久々に居酒屋でビールを飲む。かなりお腹が空いていたので、次々に注文してしまった。うまい。幸せだ。調子に乗って
少し頼みすぎたかもしれない。一瞬でお腹いっぱいになってしまった。店もにぎわってきたので、そろそろ出るか。そういえば魚料理一つも頼まなかったな。この時間でも外が明るいのはなんか嬉しい。コンビニで買い物を済ませ、ホテルに戻る。そしてそこには嬉しいサービスが。アルコールを含むウェルカムドリンク。このホテルを選んで本当に良かったと思った瞬間だ。眠い。いただいた酒はまた後で飲もう。少しだけ目を休める。次に目を開いた時には午後の11時。寝すぎてしまった。風呂に入って体を起こそう。喉が渇いたので早速さっきの酒を飲むか。その前に氷を調達しよう。さあ、ビジネスホテルの醍醐味でもある晩酌の開始だ。そして今日は特別な日でもある。ハッピーバースデー自分。一年に一度の日なんて毎日がそうなんだけど、今日はこの世に生まれて初めて泣いた日。今日は鏡の前の自分を見つめ直して胸に刻む日。早いもんだな一年は。でも語るには語りきれない。そんな一年をまた過ごしていきたい。朝だ。天気がいい。二日酔いだが天気のおかげで気分がすごくいい。風呂に入ってチェックアウトの準備をしなければ。
味噌汁が二日酔いの体に染みる。さて、チェックアウトするか。次はどこへ行こうか。